えしたっけ。パスタとかやったじゃないですか、海鮮。ああ実はね、料理動画が意外と皆さん見たがってる。好きよね。普段料理しないじゃないですか俺ら。全然しない、チーに任せてください。チーがね、うん、手の込んだ料理俺たちできんのかなと思って、うん、お互いに、うん、メニューを見ないで料理を作るっていうのをやりたくてですね、ハンバーグ作っていきたいと思います。ハンバーグなの？食べてもらうのはまたそれで大丈夫。シッシはい、ということでこんにちは、ということで早速料理を作っていきたいと思います。ハンバーグということでですね、一回も人生で作ったことがないので、ちょっと手探りでね、なんとなくので作っていきたいと思います。なんせ腹ペコなわけですから、腹ペコでおわずいっていうのは相当ですからね。はい、ハンバーグで一番必要なのひき肉でございます。ひき肉をこれ解凍します。でもハンバーグってひき肉解凍させたらやることある？あ、玉ねぎとか人参とか入ってるわ、細かいやつ。こちらですね、玉ねぎどんくらいだろうな、わかんねえな。玉ねぎ半分くらいですかね。人参も半分くらいかな。いい感じでございます。でも本当に素人だから、なんかもううわわわとかなっても多めに優しい顔で見てください。なんかみじん切りね、ちょっと見てもらうとわかるんですけど、ここでこうギリギリで止めるみたいなするとみじん切りできるよって友達が言ってました。ほれほれほれ、もうみじん切りよ、ほら、みじん切り完成です。でカチ、嘘、こんな解凍されない。人参の皮むきます。うわー、皮むきも全然しないからな。皮と人参が同じ色でもうどこやってるかわかんねえよこれ。はい、こんな感じですかね。はい、大丈夫です多分。で、人参もみじん切りでいきます。みじん切り完成でございます。ハンバーグあとなんか入ってたっけ。玉ねぎ、人参、ベーコン。いや、肉は変だから。あ、キノコとか美味しそう。ぶなしめじいってみましょう。わ、切りやす。はい、みじん切り完成です。んで、これを多分 先に炒めるんよね。よし、じゃあ炒めます。ですね、炒めるのは硬いものから先に炒めるんだよとお母さんが昔言っていました。なので人参から炒めていきます。ありがとうお母さん、ここで知識が役立ちました。しゃいぞー。動画で伝わったらもう俺が優勝間違いなしくらいの勢いですよ。はい、炒んできたら次玉ねぎ切ります。はいはい、ありがとう。はい、玉ねぎありがとう。炒めていく。ちょっと大きかったかな。来ました来ました来ました、ひき肉がぬちょぬちょになってきました。ここから私の快進撃が始まることでしょう。さあ、このぬちょぬちょのひき肉をここにぬちょっと入れてみます。やっ、もうこねていきますね。こね方に問題がある。こね方問題ある。キモい。キモい。おい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 、空気入れんの。そういうことじゃない、そういうことじゃない。誰かいるっていいね。はい、そして割とこねってきたので、ここにいろいろ調味料を入れていきます。塩コショウです。塩をまぶして、で、コショウですね。コショウ、ブラックペッパー混ぜていきます。よし、そして昆布だしいただきます。いただきます。そして、そして、コミペースト。これで味を染み込ませますね、まず一旦ね。さあ、そして、そして、炒めてたね、お野菜たちをこの中に入れて、ミックスしていきます。おっと、しめじを入れるの忘れましたね。キノコ入れるの忘れたので、急遽、茹でていきます。色が、えのきたちだけ白い。まだこう、あんま火通さなくていい子たちなんで。でもね、はい、いきます。よ、よ、よ、はいはいはい、はい、これで中身の調味は混ざったと。これで熱そう。これで混ぜんの。これで熱いんで、これで混ぜます。で、ある程度混ざったらもうそれでいっちゃいます。熱っ、熱っ。あー、でも取れ高的に隠し味とか入れてた方がいいかな。こちら僕だけが使う多分ね、隠し味なんですけど、黄金のタレ。これね、入れると美味しくなるんですよ。これまたこれちょっと入れることによってもうすごいね、甘みとかが出るんで。これフルーツなんですよ、フルーツベース、甘みが出るんで、これぜひおすすめなんでやってみてほしいです。はい、ここに入れていきます。こねたものがこちらですね。美味しそう。あー、いいんじゃないですか。これ蓋したいね。蓋しよう。蓋していいやつ、これって。やばい、黒焦げです。やばい、もう黒焦げになってる。やばいやばいやばい、もうやんないほうがいい、絶対もうやんないほうがいい。止めて。やばい、絶対壊したらダメ、絶対壊したらダメ。ハンバーグ壊すのはマジでダメ。はい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 。あ、でも美味しそう美味しそう。
裏はこう、裏はこうなんだけど、表見てみて、表見てみてよ、表見てみるよ。はい、美味しそうな色してまーす。勝ち、僕の勝ち。あとはうまそうな器に乗せたらこちらなんだよ。俺のルールはもう本当に見栄えしかないんで、逆に言うとなんか冷蔵庫に入ってた、多分作ってくれたやつ入れたいと思います。完成しました、ハンバーグです。実食完成しました。わー、いただきます。いただきます。はや、俺より先に行くんだね。めっちゃ真っ黒、うまそう。わかった。うん、ココス上等よ。ココスのハンバーグ上等よ。ココスのライス、ココスのライス、うん、おいしい。わあ、おいしいが嬉しい。うまい。みんな普通に美味しい。これそのまんまでも味あるね。うまっ。シシ、はい、みんなシャトレーゼ食べてる？テオくんの時間です。こんにちは。それでは早速お肉もみもみしていきたいと思います。シャトレーゼ、ちなみに僕毎日食べてます。お前シャトレーゼ知らんやろ。シャトレーゼはカシャにしかないアイス屋さんや。うそーん、全店舗展開中でーす。それではまず、僕シャトレーゼ食べたことないよ。こちらのボウルにこのお肉と入れていきたいと思います。豪快にね。気に人参玉ねぎをね、炒めていこうかなと思うので、さすがにこいつらは火通さないといけないので、さあ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 、ピューラーどこだ。これピューラーね、気をつけないと自分のね、指の皮膚とかもね、ピューラーしちゃうんでね。ピューリング完了しました。ピューリングなんて聞いたことないね。玉ねぎは皮を剥いて、BGM なかったらめっちゃ静かやね。玉ねぎちょっと多いかなって感じもするんですけど、まあいいでしょう。人参もみじん切りにしていきましょうか。オッケー。みりんとかちょっと足してね。さあ、うわ、うまそう。面白いですね。こんな違うもんなんですね、ハンバーグって。今回ね、ちょっとソースに秘策がありまして、上にかけるソースをちょっと特殊なソースにしようかなと思っております。これ とりあえず半分ぐらい入れてみました。こう空気抜くっていうよね。シシ、子供見たらやだろうな。めちゃくちゃ野菜入ってんの。じゃあラスト、ラストちょっとちっちゃいな。ラストに関してはもうほぼ肉、野菜、ラストに関してはほぼ野菜。よいしょ、こんな感じで今焼いております。さあこれで蒸して、あとソース最後に作って完成です。ソースはですね、こちらで作っていこうかなと思います。納豆と卵なんですけど、めちゃめちゃ合うんですね。納豆っていいよね、飛び散らなくて。じいさん、ポン酢が好きなんでね、ポン酢の方で。醤油じゃなくポン酢でいきます。それではハンバーグちょっと見ていきましょうか。オープン。これは結構やったんで大丈夫でしょう。できました。実食。よいしょよいしょ、も今のうちということで、はい、というわけで作りました。はい、ありがとうございます。すごいシンプルな感じなんですけど、ここにとっておきのソースがある。まずはそれから食べてみて。いただきます。どうぞどうぞ。また俺とは違ってしっかりと形ができてて、ハンバーグの歯応えがある。わお、おいしいです。ありがとう。さあこちらのソースを生まれ変わります。うわうわ、もうすごっ。ここ入れちゃっていいですか。あ、入れちゃいな。うわ、これうまそうだよ。いただきます。これがうまいんです。うん、これやめー。ハンバーグと納豆ってこんな合う。合うね。ね、うん、まこのソースがうますぎてね、ハンバーグいらない。ハンバーグってどうやって作るのが正解なの。でも途中でチリついて、いろんな作り方あるんすねっつってたから。違ったんだね。最後まで見てくれてありがとう。ということで、オリジナル料理対決、どっちも美味しいハンバーグが作れました。とても美味しかったです。てよくも俺もそれぞれね、同じハンバーグなんですけども、いろいろな個性があってよかったです。明日のスカイピースは高級なサーロインステーキを食べきります。それでは楽しみに。